ポール・マルセル・テストは、フランスの海軍軍人、飛行機操縦者である。フランス海軍初の航空母艦、ベアルンへの離着艦に、初めて成功したことで知られる。テストは、ロリアンの海軍軍人の家系に生まれ、1909年に17歳で、海軍士官学校に入学した。1911年に、士官候補生となり、1912年に将位に昇進した。 テストは1917年に海軍航空隊に配属された。同年5月26日にドイツ軍機に撃墜され、カール・スルウェで捕虜になった。一度脱走に失敗した後、1918年1月に何とかしてフランスに戻ることができた。フランスの空母、ベアルン第一次世界大戦終結後、テストは航空母艦を基地とする空軍。 飛行隊を設立する試みを引きるよう命じられた。1923年に少佐に昇進し、フランス初の航空母艦の設計に関わった。1924年、テストは訓練用飛行艇 FBA-17 で、フランス全土を飛び、飛行艇の遭難時の緊急着陸地点として、利用可能な場所の地図を作成した。1925年6月13日、テストは、 アミオ120で大西洋を横断する訓練飛行中、ビラクブレーで事故死した。死後、中佐に特進し、レジオンドヌール勲章コマンドゥールが送られた。ありがとうございます。